はい、10番定位到着。じゃあね、これから動物園行きたいと思いますよ。いいですか？いいね。はい、城山動物園、結構近くにはいるんですが、一発目のアクセスはちょっと厳しかったっす。で、今裏に回り込んで行けるかどうか、それ以外はね、道ひどかったんだけど、一発目のナビ通り行くのはちょっと厳しい。さあ、ということが本物か。よし、行けるか。じゃあ行く。はい、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 よし、なんとか行けるけど、ギリまだ。パパ、これ着いた？まだ、今駐車券。いやね、もう ちょっと結構ギリですね。なんだろう、何いるんだろうね。ほら、いっぱいいるよ。収まって痛いところがないか、異常がないかを見ていきます。すごいね。はい、これちっちゃいですけど、シュン君の尻尾です。あ、来た。ジュアンはまだ見る。待って、ジュアン取ってあげる。待ってね、ジュアン待って。よし、いいよ。はい、猿に餌付けしてください。いいよ、ほいって。はい、はい、飛行機だよ。タイの好きな飛行機。無料でした。入園料。いいんじゃないですか。遊園地みたいのもあって、動物も結構いて、なかなか良かったです。で、ここからね、アルミパークが1時間くらいなんでね、途中で飯食って行きたいなと思います。はい、RV パークから数百メートルの今先にお風呂、八方の湯っていうとこがあるんで、そこで入っていきます。冬はね、激混みですよ。じゃあ、ここ駐車場広いんでね、キャンカーも楽勝です。多分ね、車で1分2分くらいで着きます。じゃあ行きましょう、皆さん。お風呂落ちてるかな。はい、行きますよ、八方の湯。はい、お風呂出ます。お風呂敷地出てから何分で着くのか。 RV パーク、1分半くらい信号込みで
到着、アクアパーク白馬。はい、到着。はい、RV パーク白馬。こんな感じですね。まだね、雪残ってますね。もうちょっと7月なんですけど、でこう看板がちゃんと立ってます。通りに面して、で出て右が白馬駅、左が、八方尾根スキー場で、八方の湯がここまっすぐ行った 200m くらいであります。で入り口が、こういう感じで、砂利なんで雨でも水たまりとかはなさそうな気配ではあります。で入ってすぐここにシャワーとかトイレ、サイトがこんな感じですね。全12サイト出入り口からこう全サイト電源ありという感じになってます。サイトは結構広めです。よいしょ。はい、でこの建物のところに、屋根付きですねのシンクあります。ちょっとお湯は出なそうですね。お湯は止まっちゃうかもしれないです。はい、で燃えるゴミ、ペットボトル、空き缶、瓶という感じになってます。はい、分別の仕方とか捨て方はこういう風に書いてるんで、来た時読んでください。で、あ、室内にもシンクあります。はい、こういう感じでお湯出ます。はい、このケトルもありますね。お湯沸かせます。はい、で電子レンジもあります。で決済方法がこうカードとか、キャッシュレスとかクイックペイとかペイペイとかいろいろ使えるんで、来た時確認してみてください。で入って土足禁止になっておりますが、入ってもすぐこれトイレですね。はい、ここに小便あります。で、便器、ウォシュレット、で、シャワールームあります。はい、脱衣所あって、アメニティありますね、置いてます。で、結構広めです、わかるかな。分かりにくいかな、結構広く、着替えることができるんで、子供2人3人くらいいてもスペースは、脱衣所はあるけど、シャワールームは普通の広さなんで、子供1人大人1人くらいが住めれば子供2人も入れるかなっていう感じな、シャワールームがあります。はい、シャワールームありがたいですね。ただ車で行っ
分くらいで温泉なんで、歩けない距離でもないけど、タクシーでワンメーターでみんなに行ってもいいかもしれないですね。はい、で目の前にねドカーンとスキー場で、そこがジャンプ台あるところですね。はい、今日1ヶ月ぶりの小林さん、強い時間はね、はい、カメラも新規一転になったなめかじチャンネル、あれよろしくお願いします。どうしたの、これもね自撮りやりたいとき、ほらほらこうやってやる、ほらすげえなお前これで、こうねやると俺が動いてもこう追ってくれるっていう。あ、今そんなのあんの、 AI ついてんだ。じゃあほらもう俺の顔認証すごいっていう。カイさんご飯飲むか。 There is nothing left to do but fall behind。 あ、いますよ今日もキョウちゃんが、もうどこに行っても俺を追っかけていくっていうね。ほらシールダメよ。はい、コンパクト2、今日のレポーターはジュアンと一緒にやっていくという感じで、近隣のね施設案内をしていけたらなという感じです。ドライバーリョウちゃんよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ RV パーク白馬キャンプ場をミニ白馬駅の方に行くとですね、スノーピークがすぐございます。でそこがもうスノーピーク、もう車で1分くらい、大きい建物、ちょっと中入ってみる。はい、入ってます。あ、テント張ってるね。スノーピーです。ちょっと流行りだな、うん、スタバもありますし、あ、スタバ入ってんだ、スノーピークだ、あ、レストランも入ってるね。レストランもございます。で、この奥にミミズクの湯っていう温泉もございますので。あ、温泉あんだ、ここにも。逆側行くとさっき、はいつも僕ら行く発泡の湯ってありますけども、温泉は結構良さそうですか。温泉はね、そこそこかな。キャンプ場もあんのかな、もしかしたら。カートが並んでる、コテージ、あ、コテージね。あ、じゃあ宿泊者なんだね、これは。もうコテージがあるんですね。このまま奥に行くと海ズクの湯っていう温泉が、ここが海ズクの湯っていう感じで、あ、温泉海ズクの湯、あ、まあ、道は向こうからも来れるので、はいはい、ミミズクの湯専用駐車場で、これ向こうの駐車場の他にはないないですね、はい、ここも混みますか。ここも混みますね。あ、まあ、もうそこにスノーピークが見えて、うんうん、はい、で、またスノーピーク出て、まあ、こっち行くと白馬駅の方に。そう、昨日ね、白馬駅を通ってなんか駐車場見たくみんな止めてたけど、あれ無料？無料駐車場ですよ。まあ、ちょっと一時的に置くのは止めちゃえばよかったな、はい。まあ、タクシーで1000円圏内かな、うん。ここタクシーすぐあるんで、なんかちょっと行きたいとこはおタクシー呼んで、この辺に行けば。第一交通さん、はい、お呼びください。 72-2221 です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、次をドラッグストアって、あ、この横がスーパー、こっちに A コップ、信州そば、レストラン、カフェ、あ、ここ2階富士屋。ここ駐車場は無料駐車場で120分もあるんで、うん、
でこのタクシーレーンは止めたらダメだよね。ダメですね。ダメ。じゃあでかい車は、まあ止めれないですね。うん。であそこ端のところにジュンっていう焼き鳥屋さんにおすすめでございます。ああ角の赤ちょうちんね。はい。いやまあでもケツちょっとはみ出てもいいって言うんだったら行って、はい、行けますね行けますね。そうそう、ここなんかしゃぶしゃぶ、和牛しゃぶしゃぶ屋とか、うん、ありますね。目の前にあって、はい、うん、まあ居酒屋とかすごいあるから夜は散策するのも。八方でスキー場の方に、はい、はい、ここがアルミパーク、今左に出ました。で横にあるこの隣が高野さんっていうグリル、はい、高野さんグリル高野、ここにオムライスとか美味しいものがありますから。あります。でここがいつもおなじみの八方の湯、でここを左に行きますと八方の湯、うん、でここはねラーメンあるかな、八方美人、八方美人っていう温泉ラーメンあります。ここ、そば膳と、ここ膳、左手、左手、ここはうまいと、うまい、で並びでそば力、力、これ2軒戦ってるね、はい、2軒、県庁一緒かな、違います、すごいね、両方ともそしてうまい、うまい、まあ雰囲気は膳の方がいいのかな、まあ中はちょっと皆さんネットで見てください、力と膳、うん、が分けて両方行かれるのもおすすめかなと思う。食べ比べしてもらって、でこの山並さんっていう、これ鉄板焼きだ、うん、ステーキとかお肉屋さん、ここもね素敵だね、うん、美味しいですよ。もともとなんかのコンビニかなんかな、うん、でこれゴンドラかな、ゴンドラ駅ですね、八方ゴンドラリフト、ここは動いてました昨日。でもこういうご飯屋さんは今閉まってるんじゃないかな、そうそうそう、冬来る方はね、こう一通とかなんかこう季節によっての一方通行があるんだ。あ、なんかでもここ前から来てたような気もする、観光スキーヤーの、そうそう、まあ、こっち一通でそっち回される、そっちも結構遅いから大きい車は結構きついかな。でもマトリックスとかではもうそっち行かない方がいいですね、あんまりね。そうだよね、うん、国産キャブコンぐらいで中は行くんでしたら、もう中行くんだったらもう八方の湯に置いてもらって、そうそうそう、うん、歩いて行かれるのが賢明かと。まあ施設こんな感じでした。どうぞ白馬よろしくお願いします。はいはい、RV パーク白馬、近隣施設から施設内まで、まあ、結構細かく説明できたんじゃないかなと思います。今日はね、あいにくの大雨ということで、まあ、このまま帰りますが、まあ、ぜひね、あの動画見た方はね、RV パーク白馬、まあ、冬はね、特にトップシーズンスキーの時はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。夏もね、マウンテンバイクとか登山とかゴンドラも動いてたり、まあグルメ旅とかでもいいと思うんで、ぜひね、来ていただければなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それじゃあね、次の動画でまたお会いしましょう。今回は RV パーク白馬紹介動画になりました。 See you。It's what you do. Wheels and more.
でしょうこれ。トップガンバー映画見たことある人だったらみんなわかりますよ。でマスターが25年変わってないって言ったら映画の時にマスターにやっちゃいました。ハントレスアメリカで RV パーク目の前で終わりました。